地球上の誰かがふと思った。ブラック企業の数が半分になればどれだけの社畜が死なずに済むだろうか。地球上の誰かがふと思った。ブラック企業の数が100分の1になれば残業時間も100分の1になるだろうか。誰かがふと思った。みんなの未来を守らねば。あ、これ思ったのは俺だわ。人類が動物に支配されるとどうなるのか。異変。始まりは突然だった。いいか新人、豚を加工するときは家畜を気絶させてやるところから始まるんだ。でもどうして気絶させるんですか。家畜を苦しませないためだ。俺たちは命をいただいている立場だからな。家畜への最低限の配慮だよ。なるほど。人間は勝手だ。え、今こいつ喋ったか。おい、こら、暴れるな。土地区獣を家畜に奪われ、男性が死亡する事故が発生しました。また、豚が喋り出したという証言もあり。最近こういう変な事件多いよね。喋る動物なんていたら YouTuber でもやってるでしょ。とりあえず鏡見てこい。でも本当に多いですよね、この手の事件。そうなのか。かなり話題ですよ。動物園では飼育員が檻に閉じ込められたり、犬が飼い主に首輪をつけようとしたり。ペンギンも社会人なんだからニュースくらいチェックしなよ。これもやっといて。誰のせいで時間ないと思ってんの。てな、動物たちが反乱を起こして攻めてきているらしいぞ。ってことは、ついに某企画に対する反対デモが始まったのか。むしろ遅かったくらいですね。なら僕たちも早く火星に行こうや。待て、そうじゃないんだ。とにかく外を見てみろ。の？なんだあれは。立場逆転。あれから人間の居住区は動物たちに侵略され、人類はなすすべなく住処を追われた。動物たちはなぜか高度に知能が発達しており、統率され武器を使うことができたのだった。そしてあっという間に。その服いいじゃん。だろう、これ日本史の毛髪でできてるんだぜ。動物が喋ってるのも当たり前になったよね。俺たちもずっと喋ってたけどな。それな。それよか、今日何食う？中華？いや、今日は和食の気分だわ。うどんかラーメンとかで迷ってるのかな。いや、あれは人間。まずい、上司からだ、多分。あ、会社戻る？そうだな。帰ってくるのが遅い。ちんたら営業しやがって。すみません上司。これだから元人間社会の動物は。そんなん俺らしかいないですけどね。なんか言ったか。いや何も。とにかくこの仕事も追加でやっておけよ。社会が変わっても会社での立場は変わらないな。そうだね。何見てるんだ。 YouTube。 お前も変わらないな。安月給なんだから真面目に働くだけ損でしょ。ペンギンも一緒に見る。それもそうだな。僕、この度初めて人間を飼うことにしたんですよ。見てください、可愛いでしょ。助けて、助けて。よしよしよし。なんだこれ。犬とか猫とかの高所得層では人間を飼うのがブームなんだって。特にハゲが人気なんだよ。ハゲ。これがハゲです。かつての人間社会で会社という地域に生息していた人間のオス。なんと成長するにつれて頭髪が抜け落ちるんですよ。毛がなくなる動物って面白いですね。これハゲ側が見たら発狂するだろ。怒りでもっとハゲそうだよね。他にもこんな動画とか。約束反対、劣化絶対来ている。痛みを感じる激しい生き物だった。そうだそうだと彼らは言っていますが、農家で働く牛さんはどう思いますか。我々は人間の命をいただくことで生活しています。肉食反対はいささか極論に思いますね。なんか懐かしさを感じるな。完全に昔と立場が入れ替わってるね。綺麗なくらいに。まあ因果応報なのかな。上司が戻ってきたみたいだな。じゃあ仕事に集中してるふりしないとだね。お前らおとなしく死ぬ。 なんだ人間。人間の。起きてよペンギン。ここはどこだ。僕たち人間に捕まっちゃったんだよ。人間に。まだ野生の生き残りがいたのか。博士こっちです。被験体が2体も手に入ったんだぜ。いい被験体。俺たちのことだよな。でかしたぞ。こいつらを研究すればきっとあのウイルスのことがわかるはずじゃ。コロナの話かな。違うだろ。早速解剖しよう。解剖。ひ、博士さん待ってください。シャチ君。なんだ、捕まった動物はお前らだったのか。上司まで。
なんで？二人とも一体どうしたんじゃ。そいつらはシャチと同じく進化動物じゃなくて元から社畜だったやつらだ。元から社畜ってなんだよ。そうか、それなら解剖しても無意味じゃの。こいつら人間側の動物だったのか。そうです、なので解剖してあげてください。そういうことなら仕方ない。でどういうことなんだ、ここは一体。ここは進化動物に抵抗しながら生きている人類居住区の一部だ。人間はまだ生きてたんですね。シャチ、無事でよかった。自分も上司さんと一緒にずっとここで生活していたんです。ま、そういうことだ。進化動物を解剖とか言っていたか。博士が言うには進化動物たちの死体から未知のウイルスが発見されたらしい。それは原因でうんぬんかんぬんすると高度に発達した進化動物が生まれるとか。焦りすぎ。どうやらそのウイルスに感染した肉を食べると自分たちや人間にも進化動物に対抗するパワーが手に入るらしいです。なんかいろいろすごいね。でもどうしてそんなウイルスか。私もわからん。博士だが仮説はある。これは地球外生命体による侵略じゃ。侵略？そんな SF みたいなこと。ウイルス感染した肉を食べるとパワーが手に入るとか信じられないしね。シャチ君、見せてあげなさい。はい。メカラビーム。これは地球外パワーですわ。もう何でもありだな。反撃。よお、ペチペチ。パンパンチ。ビーム。カレーシューブレースウイルスの力を手に入れた人類は進化動物たちに抵抗し、その勢力を徐々に広げていった。ヒン、パンダ、よくやったぞ。なあ上司、パンダ、この戦いは本当に正しい戦いなのか。何を言ってるんだ、奪われたものを取り返す当然の行為をしているまでだ。やがて俺たちは進化動物の生活圏の中心、厳重に守られた場所で生きる怪しい生命体を発見。それこそが地球外生命体、つまりこの事件の黒幕だと確信して一気に攻め込んだのだった。ついに見つけたぞ、お前がこの事件の黒幕だな。よくここまでたどり着いたね。そうだよ、僕がこのウイルスを作ったんだ。え、子供？君が地球外生命体なんですか？地球外？それは違うよ、僕が地球だよ。地球？どういうことだ。そうだな、わかりやすく言うと地球そのものの意志の具現化って感じかな。地球そのもの？人間は偉そうだよね、地球を我が物顔で支配してさ。でも僕には人間と動物の違いがわからなかった。だから試しにちょっと逆転させてみたんだ。そんな理由で？でもやっぱり僕には違いが分からなかった。だから僕はどっちでもいいんだ、君たちに選ばせてあげるよ。本当か？なら昔に戻してくれ。うん、君に選ばせたらそうなるに決まってるんでしょ。は？選択してほしいのは君たちだよ、白黒の君たち。自分たちですか？君たちは今も昔も変わらない、ずっと支配者に従ってきた。だから今と昔どっちがいいのか分かると思ってさ。おいペンギン、君たちは今と昔どっちがいい？俺たちは、俺たちの選択はアースリバイバルをやって決める。何それ？アースリバイバルとはスマートフォン、PC に対応した超本格 SF サバイバル RPG だ。もっと詳しく教えてよ。 SF あふれる近未来が舞台、武器やバトルスーツを駆使して2112年の世界を戦い抜け、ゲームでも地球外生命体には負けられませんね。いや、僕地球外生命体じゃないって説明したばっかなんだけど。バトルスーツの一部デザインは川森昌司氏が担当。広大なオープンワールドを探索して様々なエリアを堪能できるぞ。素材を集めてアイテムクラフトしたり、料理やシェルター建築までできちゃうみたいです。他にはどんなことができるの？ PVE、PVP、協力プレイなど多彩なモードで遊べるんだ。バトルシステムにうるさい僕を満足させられるクオリティなの？もちろんバトルでは多種多様な武器が使えるし、バトルスーツでパワーアップまで可能。しかも心強いペットも一緒にバトルをサポートしてくれるぞ。カットまで。それにゲームを始めるときはかなり細やかなキャラメイクもできちゃいます。これはもうやるしかない。みんなもアースリバイバルをやって俺たちの地球を取り戻そう。やっと案件パートが終わったみたいだね。ああ、待たせたな。それで君たちは人間と動物どっちの支配を望むのかな？そんなの決まってるや。そうですね、決まっています。俺たちの選択、それは残業が少ない方で。
そんな基準なんだ。もう企画の給料だけじゃ心もとないですね。何かいいバイトでもないでしょうか。じゃあこういうのはどう？次回食肉工場で働くとどうなるのか。もしかしてここならペンギンの肉も。ペンギンは食肉じゃない。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン、チャンネル登録よろしくな。ペンギンこの仕事よろしく。いやだ。頼むよ。断る。ちょっとだけ無理。お願い帰れ。はい、もう渡しました。腹具のパンダか。